マネーの虎的な番組企画に出てくれって言われたら出ます？出ません。だってほら、なんかさ、他人の企画にさ、お金出すとかさ、めんどくさいじゃん。例えばじゃあさ、テレビ番組的なので30分とか1時間だとするじゃないですか。で、30分1時間話を聞いたぐらいで、投資に値するかどうかなんて調べられないですよ。もともとその出された資料を、それなりに僕も裏を取ったりとかして調べて、で、投資に値する人物かどうか、会社かどうか、企画かどうかっていうのを総合的に判断してやらなきゃいけないじゃないですか。で、それをすっ飛ばして投資するのって、口のうまい詐欺師が来た時に対抗できないんですよね。で、きちんとしたプランなんだけど、口下手な人とか資料がおぼついてない人とかが来ちゃった場合は逆に不利になったりするので、あとそもそもそういうなんか企画の話聞きたくないんですよね。大抵その世の中にアイディアって誰かが思いついたりするんですよ。じゃあ例えば僕がこの後に動画サービスを始めようとしてるとするじゃないですか。企画会議みたいなところで、僕動画サイトを作りたいんですって言われて、で、その後僕が、前々から始めようと思ってた動画サイトをじゃあ1ヶ月後に始めたとするじゃないですか。そしたらその僕のアイディアを盗んだとかっていう風に言われちゃったりするんですよ。僕が何かやろうとしているものとか今後やろうとしているものを誰かの企画を聞いたがゆえにパクったみたいなことを言われて、トラブルになるのがめんどくさいんですよ。で、そのなんか企画の話しに来てお金欲しいみたいな人の企画って基本大抵ろくでもないんですよ。ちゃんとした企画できちんとしたものだったら、知り合いがこうお金払ってくれるだったりとか、投資家がちゃんとついたりとかあるんですけど、なんかそういうその変な企画みたいなところに来ない限りお金が集まらないようなアイデアだったり能力の人っていう時点で、外れの確率が高いわけですよ。でもその外れない人がなんか動画サイトやりたいみたいなことを言ったがゆえに、僕が何かやるときに制限が加わるみたいな、そういうリスクを負うのは僕はあまり好きではないのです。令和の虎を拝見しました。今回初めて出演されましたが、番組に出演されていかがでしたか？また今の令和の虎と昔のマネの虎の印象や何かひろゆきさんが感じたと教えてください。まず令和の虎というチャンネルはマネーの虎とは一切関係ないんですよ、僕が知る限り。っていうところがブランディングが上手いですよね。今その清水さんがスパチャに書いてる通り、マネーの虎との関連性があると思い込んじゃってるんですけど、あれマネーの虎の出演者だった人がやってるマネーの虎の完全パクリ企画なんですよ。あれ本来でいくと番組のフォーマット件とかで考えるといかがなものかなと思うんですけど、でもみんなあれ騙されてマネーの虎の何か関連のある延長線のあるものだな、そう、吉田栄作さんが出てる日テレのあれと誤解して見ちゃってるんですけど、あれ一切関係ないですよ。っていうプロモーションがうめえなと思って僕見てるんですよ。要はいかにその人を騙すかっていう、さっきと一緒で。とはいえ番組としてはすごいしっかりしてて、僕その今回出たんですけど、虎の人がやっぱりちょっとその説明ベタだ。どちらかというとそのなんかオタク系のなんか自分語りしちゃうタイプの人で、で、横にいる岩井社長がすごいフォローしてるんですよ。そのフォローしてる場面とか結構カットされてるんですけど、要はその人がこういう説明した方がいいよとか、この言い方すると良くないよみたいなすごいフォローを企画側にやってるんですよ。やっぱりその虎側ってビジネスをちゃんとやってる人だし、お金もあるし、やっぱりその素人のお金くださいって言ってる人と議論したら勝てるわけないんですよ、素人が。なので、その素人の人が喋りやすい空気感とか、ここが良い面なんだからこういう風に説明した方がいいよっていうフォローをすごいやってるんですよ。だからなんか、その岩井社長がその要は経営者でちゃんとそれなりに実績もある人なので、こういう言い方をしたらとか、こういう説明をすると虎の人に刺さりやすいよっていうのをすごい懇切丁寧に言った上で、はい、スタートっていうので、たまにいや、こうした方がいいよみたいなのがあったりして、うわ、微笑ましいなーと思って僕は見てたんで、そういう意味ですごいなんか、あ、いい人なんだな、この人っていう。っていうので、ただそのいい人って見れちゃうと、やっぱりその令和の虎っていうそのなんか、ピリピリした緊張感っていうのが消えちゃうじゃないですか。だからその、金欲しいですっていう欲丸出しの人と、乗っかって金儲けたいですとか、でもこいつクズだから出さねえよって、そのピリピリした感情を出したいと思うので、岩井社長のすごい優しいほんわかとその提案者を一生懸命フォローして回してるとか、その虎側の人にもうまく話を回してとか、今回だと途中で仙石さんっていう社長さんが途中で帰るってなったんですけど、あそこのなんかほんとちょっと時間をしちゃってすいませんみたいな、すごいこうなんかうまく回してて、ああ、この人経営者として優秀なんだなっていうのが分かったんで面白かったです。あ、岩井社長って会社一度も潰してないんだ。あ、で、何？もともと塾講師なの、あの人。あ、だからか。わかんない人に教えるのうまいんだよね。へー。あ、そういうことなの。あ、すごい。なんかコメントの人詳しいっすね。開き直ってるじゃないですか。それは良くないですね。謙虚なれよ！